皆さん、こんにちは。ケイです。今日はですね、VR ゲームをやっていきたいなと思います。今日やるゲームは、ハーフライフアリックスっていうゲームです。このハーフライフアリックスっていうゲームはですね、VR ゲームの超大作、超名作、最高傑作みたいなね、すごく評価されてる VR ゲームになります。ということで、今日はハーフライフアリックス、やっていきたいと思います。はい、ということで、3時間ぐらい僕プレイしたんですけど、一切取れておりませんでした。悲しい。ということで、やり直しします。で、3時間ぐらい僕やってみて、分かったことは、死ぬほど楽しいってことです。死ぬほど楽しくて、もうめちゃくちゃ怖い。だとね、意外と謎解き要素みたいなのが多くて、多分これ結構プレイしちゃうと、ネタバレになっちゃうんですよ。だから、前半の、まあ、ちょっと面白さが伝わるところをかいつまんで、動画にしようかなって思います。はい。ということで、今からもう一回撮ります。やっていきましょはい。ということで、ハーフライフ、アリックスやっていきたいなと思います。でね、僕の体をグリーンバックで抜くのめんどくさいので、この子に代わりにやってもらいたいと思います。はい。じゃあやっていきましょう。まあ、さっき言ったように、がっつりやってしまったので、一回ね。なので、もうしょうがないので、ちょっとね、今回2回目ということで、まあ、ちょっともう一回新規にね、始めたいなって思います。出た。ハーフライフアリックス。かっこいい。かっこよすぎる。音楽もいいのよ、これ。BGM も。はい。これがハーフライフアリックスの世界です。見て。すごいっしょ。すごくないこれ。うわー、ほんとすごいってこれ。綺麗すぎて現実とね、区別がつかんぐらいに綺麗。例えばさ、見て、これビールかな？ラガーって書いてあるからビールなんだけど、ほら、中にさ、ビール入ってんの、ちゃんと。でね、この傾きに向かって、ほら、こうやってさ、すごくない？これ。これちゃんと揺れるしさ。もう現実よ、これ。うーわ、やば。で、これもちゃんとね、こうやって割れるんですよ。ほら。すごない？はい。でね、まあ、軽くこのハーフライフアリックスの世界説明しておくと、僕もまだ詳しくは分かってないんですけど、なんかどうも、なんかエイリアンか何なんか分かんないけど、支配されてるんですよ、地球が。でね、大半の人は、そういう宇宙人みたいなのに従ってるんですけど、僕みたいな、そういうなんていうか、レジスタンス側もいて、ね、で、そのレジスタンスをしていくよっていう話みたいです、どうも。はい。簡単に言うとそんな感じ。待って、これかけたりするんかな？かける。かける。すごくない？意味がわからん。すご。けい。けい。うわ、すごいね。ここも。うわ、ちゃんと塗れる。うわ、意味がわからん。これ消すやつですね。これ大事な情報消しとこう。大事な情報は消しましょう。きれいにね。はい。オッケー。ぽい。はい。で、なんかね、なんか呼んでるので、ポチ。Alex! How's it looking up there? はーい。It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the combine patrols. 彼はね、お父さんです、この人の。この字幕の出方もいいよね。横見るとさ、こうやって折ってくるんよ。さあ、アジトで会おうということなので、アジトに行きましょう。ここから行きます。あーしょ、よいしょ、よいしょ。はあ、行きましょう。もう現実と見まがうほどのクオリティっすよ。もう意味がわからん。ちゃんとドアをね、引いてね、行けるわけでございますよ。うおー、長吹さん、
よ敵、あれは敵よ。うお、いやね、これ2回目だからここ来るの知ってたはずなのに、もうめちゃくちゃ怖いね。いや、何回見ても怖いわこれは。やっぱりさあ、じゃあアジトに向かいましょうね。ペットかな、可愛くねえような、可愛いような、うん、ふいふいふい。これ餌じゃない、あ、餌だ。うわ、来た。ほれほれ、食べろ食べろ、ほれ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 、ふい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 。可愛い気がしてきた、なんかよく見たらね。はあ、すごいわ、本当に入っとるみたい、この街の中に。すごいよね。すごいよこれね。自転車触れたりすんのかな。あ、すごいわ、見て見て、ほらほら。すごっ。乗れはしないけどさ、しょ、うっ、すげえな、細かっ作りが。こういうのがね、 VR っぽいよな、実際にこうやってちゃんと登っていくって。よいしょよいしょ。おー、すごいねー、これ見つからんじゃないの、大丈夫。うわー、すごいすごい。虫かな、虫っぽいよね、苦手だな、仲良くできそうにね。なになになに、何の音、こっち、うっ、ああ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 。ただただの住人です。撃たないで撃たないで撃たないで、ドンシュドンシュ。あ、お父さん、クリーンクリーンクリーン。うわ、ちょちょちょ、待って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 。グレネード2回目だけど怖っ。いや、グレネードはやっぱね、何回受けても怖いよね。あなたは事故に遭いました。これつけるのね。ドローンについていくのね。 OK、 ナイス、優秀なドローンやな。お、センキュー、優秀なドローンなこと。よいしょ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 。おお、オッケー。レレ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 レねえ、ここなんですよ。これね、気づかんかった、ずっと。おい、ラッセル。無事じゃない、ごめんね。ごめんよ。殺されるんか。それはちょっと防ぎたい。ほいほい。おお。かっこいいね。はいはい。Nova Prospect. はいはい、列車もう一個ね。 Both trains intersect here at Fairview Junction.
そうそうそう、なるほどね。フェアビュージャンクションでハックして、なるほど、なんとかして、かしこまりました。ラッセルズね、ラッセルズ、グラビティグラブ、かっこいいね。はいはい、かっこいい。この質感よ。またこれ。はあ、すごいね。そうね、ここからね、このグラビティグローブの使い方の説明があるんですよ。こうやってね、あの、選んものを選んで、ほら、ああやって。それでね、フィッて引っ張ると、こうやって飛んでくるの。シュン、バン。ほら。これが便利。シュン、バン。お、銃ね、銃くれんのね。うわ、うわ、危な。は？いやー、これがないと始まんないよね。かっこいい。よいしょ。もったいねー。使いたくねー。はいはいはい、いますよ。うえ、これやべえ。これバンされそうじゃん、YouTube。大丈夫かな？ゾンビか。しょん。うえ、ピエロみたい。すまないね、ごめんよ。でも見て、ここにさ。虫入ってんのよ。でね、行くよ。これでね、ほらほら、潰れていくでしょ。で、この溶液で回復するんですよ、体力を。意味わかんねえ。すげえ。でね、本当に刺されてるみたいな感触がある。バーナクル、出た。これね、バーナクルっていう、なんかね、これ引っかかるとね、どうなるかっていうと、よいしょ。いくよ。ほい。ほら。これ間違って当たるとさ、こうなんですよ。だからまあ、こうやって殺すか、避けて通るかって感じ。で、時々こうやってね、弾を落としてくれたりするんで、まあ、殺してもいいかもね。うえ、気持ち悪い。見て、頭蓋骨だよ、あれ。お、玉みっけー。ごめんね、もらうよ。怖え。うえ、怖え。マジやめよう。ちょっとあんまり凝視するのやめよう。バンされそう、普通に YouTube。ふぅ。おぉ。おぉ。これの向こうが隔離区画ね。OK。コントロールパネルを探すと。これよ、これ。こいつがさ、一回見えたときさ、動くんかなと思ってさ、一回見えたときに撃ったんよ。撃っていったんだけど、動かんよね。でね、ここがさ、開かないわけ。だからさ、開かないのよ、多分。で、そこの、あの、ゾンビがおるところから、登っていってねっていうことじゃないかなって思うの。ね、でも怖すぎでしょ。いや、待って。動かんよね、本当にね。怖っ。お、来た。はい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 。なるほど。はいはいはい。これをね、使って開けましょうと。よいしょ。あ、わかりました。で、これが最初意味わかんなかったんだけど、このさ、今出てんじゃん、レーザーみたいなの。それレーザーみたいなのが、ちゃんと向こうまで通るように、これを回してあげましょうと。こうやって。
ことらしい。結構時間食った。うおうわかっこよオーケー行こう。こっから隔離区画ですよ。そら隔離せなあかんで、これ。Russell, are you seeing this? Wow. そら隔離するよ、そりゃ。これね、今2回目だからちょっとサクサク進んでるけどさ、最初怖くて扉開けることすらちょっとね怖かったよ。よいしょ。Do you hear that? 何あ、いた、いやいや、ここからか。ほらほら、見て。あれがゾンビみたいなやつなんすよ。こいつと戦うことになるんですよ、これから。こいつ、その頭がどうもね、弱点っぽいのね。やっぱ、仲間、頭を打ち抜くっていうのが大事。なんかわからん、この鶏肉みたいなやつをね、この鶏肉みたいなやつがこのゾンビに食いついて動いてるってことなんですよね。怖すぎる。うぅ、いないね。おぉ、うぅ、ん、うわっ。ここからいけるんかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うお、おった。お前か。くんな、くんな。よし。お前もか。弾がなくなった。死んだ？オッケー。お前もかい。コンバイの製造機。でね、これもね、ちょっとよくわかんなかったんだけど、使うんでしょ。で、これを、こういう感じ？全部こうやって通るようにして、話す。と、ほら、こんな感じ。で、なんかね、これでね、銃を改造できるらしいの。なんかね、これでね、銃を改造できるらしいのね。シュイン。ほら、なんとかかんとかサイトとかさ、書いてる。あ、足りねえ。まあ、あっちにあるだろ、絶対あと1個ぐらい。うえ。うわ、ああ、なんか投げてきた。おお、ここにもおるんかい。うう、やばいやばいやばい、ちょ、待て待て待て。おお、怖っ。うちゃんこ怖っ。どこよ、どこよ。しゃがみまーす。うわ、来た。うわ、ナイス。本当に鶏肉みてえだな。美味しくなさそうだけど。よいしょ。よいしょ。うわ、おろ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 。
あ、無駄な一発撃ったな今。まあね、あんまりね進めるとねちょっとネタバレになっちゃうんで、そこそこまでです。終わりたいなと思います。結構ね謎解き要素とかもあるし、多分ね、うわっ、ミキサー、でかい声出たぞマジ、お前はぁ、怖すぎる。あ、来たわ、ここ。はいはいはい。ここね。わ、レーズだ。ほんとだよ。なにこれ。見て、鶏肉がいっぱい刺さってんの、ほら。ね。でね、これなんかさ、これほんとすごいね、時間かかったの、一回目やったとき。これネタバレになっちゃうからな、言わんどくか。ちょっとネタバレになっちゃうから、言わんどこう。これ簡単に言っとくとですね。ここに、この先に行きたいんですよ。で、この扉を開けなきゃいけないと。で、これをビューって辿っていくと、あのロープで引っ張る感じね。で、あの動力源がどこかなーって、このブルーのやつをさ、こうやっていくと、これなんよ。これ。で、パスワードを入れて開くっていう設定になっとんの。で、このパスワードを探すよっていうことなんだけど、これはちょっとネタバレになるから、飛ばします。はい、ということで開きました。ね、まあここはねちょっと僕もすごい時間かかったんですけど、あの頑張ってやってください。まあこういうの慣れてる人は何ともないかも。俺慣れてないからね、すっごい時間かかったん。うわ、来た来た。こいつ飛んでくっから怖え。たまに、おる、やばい。うわ、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、やば。待って、うわっ、うわっ、うわっ、まだおる。死んじゃいました。初めて。いやいや、ちょっとパニクったね。やっぱ冷静にいかんといかなかったわ。いや、まあね、ちょっとここまでにしますか。もうこれ以上やったらなんかネタバレになりそうだからね。まだちょっと続きやってもいいかもしれないけど、一旦今日はここまでにしましょう。もう十分面白さ伝わったかなと思いますので、はい。ぜひ、こういう怖いのがね、苦手じゃない人はぜひやってみてください。ある程度耐性がある人はぜひ、本当に面白いし、めちゃくちゃリアルだし、最高におすすめできるので、ぜひ、耐性がある人は、ぜひやってほしいなって思います。はい。はい、ということで、ハーフライフアレックスプレイしてみました。いかがだったでしょうか？伝わったかわかんないけどね、めちゃくちゃ面白かったです。まあ、とにかくグラフィック綺麗だし、とにかく敵怖いし、銃の撃ってる感じとかもすごくリアルだし、火の打ちどころがないぐらい面白かったです。ゾンビとかホラー系がちょっと苦手だなーって人はきついかもしれないんですけど、でも僕ね、すっごい苦手なんですよ、ホラー系。もう絶対そういう動画とか映画とか見ないんですけど、まあ、それでもね、ギリギリ耐えれたぐらいのホラーさだったので、ちょっとやってみてください、苦手な人も。なんかそのホラー以外の面白さもあるので、楽しめるんじゃないかなって思います。まあ、とにかくもう没入感が半端ないから、本当にその場にいるような感覚になってしまって、もうあっという間に時間が過ぎていてしまうと思います。
皆さんもぜひハーフライフアレックスプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回はハーフライフアレックスという VR ゲームを紹介したんですが、まあ、今後も面白そうなというか、うん、面白そうな VR ゲームがあったら紹介していきたいなと思ってますし、VR だけじゃなくて映像関係の話とか、あと VTuber の関係の話とか、ゲームとか、いろんなことをね、自分の好きなことをバンバン発信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとは Twitter と Instagram 等々の SNS のフォローもぜひ合わせてよろしくお願いします。はい、ということで、今日はハーフライフアレックスをプレイしてみました。はい。ということで今日はこれぐらいにしましょう。ちょっとね、僕も疲れてしまったので、また次回の動画でお会いしましょう。OK でした。